さあ、福岡がやってきて3月で2年ということで、改めまして福岡たちの紹介をしていきたいと思います。さあ、今背中が映っているのはチャメですね。来た時はまだ若いオスだったんですが、こんなに立派になりました。名前の由来、お茶目の茶目ということですが、今日も背中に乾燥、よいしょ、干し草をいっぱいつけてます。はい、こちらビビです。ビビ今年5歳ですね。ビビの名前の由来、来た中で一番ビビリということで名前がついたんですが、もうカメラがこんなに寄っても落ち着いて餌を食べていられるようになりました。この2年の間にビビ2頭のお母さんになりました。1頭は残念ながら死んでしまったんですが、もう1頭パインは元気に大きくなっています。まだ若いので、また子供を産めるといいなと思います。はい、パインです。よいしょ、大きくなりました。今年2歳になりますね。動物園に国家がやってきて初めて生まれた子供なんですが、しっかり大きくなりました。体重もお母さんのビビより大きくなりましたね。もうだいぶオスらしくなりました。でもまだまだ大人のオスと比べると大きくなれますので、これからも元気に大きくなってもらいたいなと思います。パインでした。ちょっと風が強いので車内からです。こっちがミモザ、こっちがピオニです。そしてお母さんのリコですね。あ、こちらリコです。リコは今年11歳になります。ピオニとミモザ2頭の子供を育てています。2頭ともメスで元気に大きくなっています。リコもだいぶ高齢になってきましたので、ちょっと動きはゆっくりなんですが、まだまだ元気に動していますね。ミモザ今年度4月にお顔を出したメスなんですが、こんなに大きくなりました。よくまだ赤ちゃんどこかなっていう声が聞こえるんですが、しっかり立派に育ちましたので赤ちゃんは卒業です。もう若い大人のメスですね。ピオニ1歳年上ですね。今年2歳になります。ミモザよりは1個年上なので、少しミモザには気が強いところも見られるかもしれません。元気にこれからも過ごしてもらえるように頑張ります。